あなたの夢に。あ、邪魔します。It's me, Barry Arna. ギガン。皆さん、ごきげんよう。ブリアン。ごきげんよう。ブリアナです。みんな元気にしてた？今日はね、もう一つ椅子並んでるでしょ？ゲストにおいでいただいております。私の大先輩でございます。バーブリーナさんでございます。皆様、ごきげんよう、バブリーナです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。耐えらなくて笑っちゃった。私も集中力が切れちゃおうかと思いましたけれども、すごく新しいいでたち、これですか、うん、これはね、あの妹クラブのセット。かわらしいでしょ。かわらしい、うん、ニューアプローチブリアナ、うん、今日何すんの。本日は私、ドラクエウォークっていうのかしら、うん、あのゲームのね、うん、ガチャをね、あら最近ね、うん、引いているんですけれども、うん、今、大海賊、出てるね、特撃やってるでしょ、うん、私、あのね、いでたちが好きという理由だけで、うん、ガチャなるべく引きまくってるんですけれども、あらこの間も命からがら、うん、雪山でね引いてたね。まあね、験担ぎみたいな感じで厳しい環境でガチャを引けば、はい、目当てのものが出るんじゃないかなという、うん、そういった気持ちでガチャを引いたんですけれども、どうだった、なんていうの、あの下腹部の部分しか出なくてパーツ下ね、はいはい、下半身ね、そうなんです、うんうん、お尻部が全然出なくて、うんうんうん、残りのものもね、できるだけ集めたいななんて、うん、あら思っております。結構課金する気だね、じゃあ、そう、でもね、私もね、うん、自分の運のなさ、うん、ちょっとうんざりしちゃってるので、うん、他人様の運を消費していこうかな、なんて思って。うん、それで呼ばれた今日。I see, I see. そう、バブリーナさんの、うん、こう指で弾いてもらうことによって、うん、残った運を使い切って、いただくような、そんな、分かった、吸い取られるじゃん、うんうん、心持ちでございます。かしこまり。でも私もね、うん、一つお願いがあって、私ブリアナちゃんになりたいなと思って。ブリアナちゃんのメイク所作すべての教えを乞いたいなって思って、私バブリーな状態からブリアナちゃんに進化を遂げたいと思っております。私はこの世に一人で十分なんだろう。うん、じゃあ私がブリアナちゃんのさらなるダークサイドとしてこう生まれ入れようかなって。うん。やろ。ポイントはどこからやったらよろしいのこれ。私はね、結構あの、うん、お顔をこう平坦にフラットにするところから始めておりますけれども。うんうん。割と先輩のフラットな顔。そう、フラット。そうなんだね。どうし、ブリアナさん？ブリアナさん？あ、大丈夫。我を取り戻された。うん、ちょっと平坦な。じゃあ、ブリアナちゃんの特徴的なパーツからこう攻めていった方がいいのかな、これは。眉毛からやってみようかな。ね、私は大体平坦にする眉毛。眉毛はこちら。そうですね。つまざる。
そうなんだろう、うん、だいぶ使い古してこれをますけれども、こうやるだっけ。そう、あ、ね、うん、あのご自分の眉の、うん、まあそう、うん、1cm、1.5 センチ程度、うんうん、上から、うんうんうん、恐れることなく、うん、なるほど、まずはね、線を引き始めて、うん、初めて私、お腹空いてた。あ、来た来た。あ、でも、うん、そのぐらい上から行った方が。あの、うん、なんて言ったらいいのかな、滑り台のような、うん、こう下り坂を眉毛に、うん、結構大胆に見えて繊細だね、この眉頭とか、うん、ここからここでございます。こう、あ、こう、あ、け、すごい角度。うん。あ、滑り台っていうのが伝わった。うん。うん。いっちゃいましょう。そう。進むという精神で。止まることのないよね。そういえば、ドラクエウォークのさ、あの、浅草行った時にさ、うん、お団子食べたじゃん。ええ、お団子屋の主人にさ、ええ、あなたのメイクは志村けんさんをオメージュしてるんですかって言われてましたよね。そうかね。まあ、志村けんさんだったりとか、うん、最近では、うん、あの歌舞伎からあのインスピレーションを受けてるんじゃないだろうかという見解も海外の方からは、ね、海外の方から、そうなの、海外の方々からいただいておりますけれども、素晴らしい、まあ、ご想像にお任せいたしますけれどもあ、さすがでございます。合ってる、これ合ってる、やり口合ってる、合ってる、やり口鼻、次鼻のラインこれ、うん、鼻の穴もうこれで描いてよろしいの、これ鼻の穴もしっかりと、うん、まあ、私のようにね、うん、あの鼻のこう内側も、うん、塗ってしまう、ね、本当だ、うん、私はね、内側塗ってる鼻の穴の中まで塗ってるんですけど、すごい、まあ、それはね、うん、本当にね落とすのが大変なので、適度に、うん、適度に適度にね、うん、はい、これね、しっかりと丸いお花の穴を、うんうんうん、再現するためには必要不可欠な技術でございます。これも、ああ、手間がかかっておるの、うん、結構がっつり塗ってらっしゃるね、あなた、うん、慣れてくると大体40分から1時間以内には、うん、そう、スナザルの出番はここまでになります。いや、お花の前に、うん、お目目だった、お目目だった、うん、ね、ちょっとさ、言葉にしていいかわかんないけど、アナみたいだよね、アナなの、アナ、なんか、なんか感じの目になってない、それ後でお届けしとかないと思う、うん、でもね、よく言われるんだけど、ね、ちょっとね、ほらほら、なんだろう、よく言ってフジテレビのマークなんだけど、なんかね、人間のパーツに見えてくるよね、それね。まあ私のメイクって結構人の心を映す鏡とも言われておりますのでそっかそっか、その方が一体どういう精神でおられるかというのも、うんうんうん、当然投影されて、そっかそっか、参ります。ごめんなさい、私はしたない女なんで、そうですね、うん、そういう風に見えてしまって、アイメイクが一番繊細なので、うん、頑張ってくださいまして、先輩、はい、あ、まずはね朝日が昇ってくるかのような3本線を引いていただいて、かしこまった、うん、あ、いいね。この説明聞きながら皆さんもチャレンジしてみてくださいまし。いいんじゃない、これみんな、うん、あ、ポスカとかではダメよ。た
まにいるけど、ポスカでやれそうじゃない、これだってね。すごい繊細これ、うん、舐めてた。これちょっとね、まつげが邪魔なんだけど、ね、そうだね。すごい一気に無理やっちゃった。ブリアさん、ブリアさん帰ってきて、ブリアさん。どう？だいぶ小ぶりになっておられますか？せっかくだからブリアナちゃんのお洋服スタイリングしてほしいな。私の、うん、お洋服はダメ？構いませんけれども。やった、着替えてくるね。あなたの夢にお邪魔します。 It's me バボリアナギガン。どう？うん、私なんとも形容しがたい気持ちでおりますけれども、あなたこんな感じだよいつも。ガチャ引く？あ、そうですね、早くガチャ引いていただいて、うん。なんだっけ、今日のガチャ。大海賊？ああ。大丈夫でした？今、前歯にぶつかってませんでした？フェイス ID をね。反応するのかな？最近ね、この子、やっと覚えてくださった、うん、私の顔。すごい。アップルすごいね。うん、前はね、全然ね、読み込んでくれなくて、うん、困ったちゃんだったんだけど、うん、最近ね、ちゃんと言うこと聞いてくださるようになったの。優秀だね、それは。もう引くの？アップル様様、ん？ん？もうガチャるの？私はね、この、ストームアンカー、このね、うん、武器と、うん、キャプテンシリーズの防具がね、全部欲しいんだよね。これをね、先輩に、うん、うん、運を消耗してもらって引いていただこうかなって思っております。うん、まずね、私、うん、チケットが110枚、うん、まあ、10連プラス、うんうん、お石をね、14,000結構貯めている。うん、まあ、課金したんだ。どうなってる？どうなってる？輝いてるよ。ん？うわっ！もう一つあったね。一回目ですから、従来。うん。うん。本番でございます。本番な石だから。うん。まあね、あのドラクエウォークのこの世界ではね、うん、最もポピュラーな結果となっております。うん、うんうん、あら？あら？もう嫌がるよ。いや、おお、これは熱いのでは。うん、本当に、うん、本当に熱いかな、うん、一番最後なのかな。やっぱり私持ってるよね。先輩すごいね。だよね。帰り気をつけてくださいましたね。このストームアンカーを出すために、うん、今ごっそりと、うん、残りの運勢、うん、使っていただいたように思います。わあ、この姿で私死んじゃうのかもしれない。どうも欲しいな。あ、帽子も欲しいな。あら、全部金箱。お、あ、光ってる、光ってる、すごい、すんごい降ってきてる。あなたの夢に。すごい。すごくない？あたし。
他人に引かせるのっていいのかもね、ガチャ。でも一番欲しかったこのストーマーカーと手に入れられたので、私的にはもう感謝感謝、ありがとうございます。でもこれは私というよりもブリアナちゃんとして引いた私の運だから、あなたの運なのではないの、これはだと思うんだよね。だから夜道気をつけな。バブリナ先輩のおかげ。バブリナ先輩、バブリアナギガンデドエス。この後は私のチャンネルでも、ブリアナちゃんにご登場いただきますので、ぜひそっちも見るがよい。もうずっとその調子で行かれるの？うん、これあなただから。それじゃあ、今回の動画はここまで。ここまで。私ブリアナ、さまざまなゲームの実況だったり、お食事をしている姿、スポーツのようなことをしている動画もアップしてまいりますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いいたします。次回の動画待って、みんないい子にして待ってたな。バイバイ。